三重県北中部では激しい雨、大雨が降っています。気象庁からは顕著な大雨に関する情報というのも出されていますけれども、現在の状況を確認していきたいと思います。皆さんからいただいているリポートを見ていきますと、三重県から愛知県にかけて、東海エリアで非常に強い雨を示します黄色の豪雨といったリポートや、ザーザーといったリポートが届いています。雨雲レーダーかけ重ねてみますと、特にこう三重県北中部ですね、この辺りに強い雨雲がかかっているのが分かります。ウェザーニューズの解析で、よりますと、特にこの辺りですけどね、紫色の今点滅がかかっていますけども、この辺りは非常に停滞性が強い、大雨になりやすい、降水量が増えやすい、エリアとして解析されています。この下では継続して雨が続いているということで、河川の水位が急速に上昇しています。河川の水位情報を見ていきたいと思います。河川の水位の情報ですけども、左上に判例がありますけども、黒が計画高を超えているところ、そして紫が氾濫危険水位というところを超えている川の水位を表していますけれども、先ほど強いエコーがかかっていたところ、こちらで黒や紫色のところが出ているということが分かります。こういったところでは非常に川が顕著にこうなっているような状況になっていまして、今ご覧いただいています右側の方にグラフが出ていますけれども、10分ごとのデータを見ていきますと、12時から急に水位が上がっていっている状況が見えるかと思います。そして13時頃になりますと計画高を超えているというような、そういった情報として見ることができます。こちらの方を今度さらに拡大をしていきますと、付近にカメラのマークが出ているんですけども、このアイコンを見ていきますと、これまで降った雨が10分ごとにどのように非常にこう増えている様子が見えるんですけども、このような状況になってもう溢れているというようなことが見て取ることができます。周辺非常に危険な状態になっているということになります。今度は大峰岬、こちらの方はデータの方が停止しているような状態になっていますですね。このような形で各うち三重県北中部河川がかなりこう、水位が上がってきている、そして溢れ出ているような、そういった画像が確認することができます。また土砂災害の危険度も高まっています。今ご覧いただいているのは土砂災害の危険度を示しますマップになります。左上に判例がありますけれども、一番上が黒、災害切迫ということになるんですが、その下の危険といった紫色、これが先ほどの、三重県ですね、こちらの方に、かかっているといったところが分かります。また赤色は警戒ですけども、三重県から滋賀県にかけて広がっている状態が見えるかと思います。土砂災害の危険度も増しているというような状況です。もう一度戻ってみたいと思います。現在台風が南海上にあるんですけども、そこから北に伸びる雨雲ですね、これが三重県など東海エリアに中心にかかっているといった状況になっています。このエリアでは引き続き激しい雨ですね、警戒にするようにしていただければと思います。今示しているのが台風の12時現在の位置、それから今後の予想の進路になります。この進路から見ていきますと、東海エリア、こちらの方には引き続き強い雨雲がかかりやすい状況続くことになろうかと思われます。以上、予報センターから現在の三重県を中心とした強い雨に関する情報をお伝えしました。